のー、おー、リング、グッズ販売が開始されました。ファンの皆さん、お待たせしました。先行販売期間は5月7日18時 JST から5月13日23時59分 JST までとなっています。この期間にお見逃しなく。ファンの皆さん、こんにちは。今日はとっても興奮しています。なぜなら、待ちに待った、のー、 おリンググッズの販売がついに始まったからです。しかし、これまでの販売は熾烈な争奪戦となり、多くの方々が欲しい商品を手に入れることができませんでした。しかし、待望のグッズ販売開始とはいえ、売り切れてしまうという悲しい状況が続出しています。ファンの皆さんのご要望にお依頼して、再販を希望する声が相次いでいます。確かに、 ライブチケットの倍率が高い中で、グッズも手に入れるのは至難の業ですよね。例えば、18時に注文しようとしても、店ライトトップや T シャツが早々に売り切れてしまい、望む商品を手に入れることができなかったという声が多く寄せられています。その結果、ライブに行けなくてもせめてグッズだけでも手に入れたいという思いが、再販の要望につながっています。 このような状況において、再販が実現すれば、ファンの喜びは計り知れません。ライブに行けなくても、大切なアーティストのグッズを手に入れることで、思い出がより一層深まることでしょう。また、グッズの再販は、ファンとの絆をより強固なものにし、アーティストとファンの間にさらなる結びつきを生み出すことにもつながるでしょう。とはいえ、 再販の実現には様々な要素が関わってきます。需要と供給のバランスを取ることや生産の都合など様々な制約があることも理解しておかなければなりません。ただ、ファンの声をしっかりと受け止め、可能な限りの対応をしてくれることを期待したいものです。今後もファンが増えていくことが予想される中で、再販が実現すれば多くのファンが喜び。 アーティストとの絆がより一層深まることでしょう。ですから、ぜひとも再販の検討をしていただきたいと思います。ファンの熱狂は、時には予測不可能な方向に進むものです。グッズの需要が高まると、熱狂的なファンたちが欲しいアイテムを手に入れるために戦い始めます。しかし、これまでのように瞬く間に完売するのは辛いものがあります。 予約注文の方が多くの人々に公平なチャンスを与えることができます。ファン層が拡大するにつれて需要に応えることはますます困難になるでしょうが、これは考慮すべき課題です。グッズの予約販売はファンコミュニティ全体にとって公正で満足のいく解決策です。この熱狂はライブ会場での争奪戦にとどまりません。 オンラインでも同じような情景が広がっています。テンライトトップや T シャツなどの人気商品が売り切れると、多くのファンが望んでいた商品を手に入れることができず、がっかりしています。再販を待ち望む声が多く上がっており、彼らの期待に応えることが求められています。ライブに参加できないファンや地方のファンも、グッズを手に入れる機会を求めています。 彼らの声に耳を傾け、彼らの期待に応えることが、ファンコミュニティとの良好な関係を築くために重要です。運営側もファンの期待に応えるために、再販を検討する必要があります。商品の売り切れが続くと、ファンの不満や失望が広がる恐れがあります。適切な対応をすることで、ファンの信頼を築き、将来の商品販売につなげることができます。 再販を検討する際には、需要の予測や在庫管理など、様々な要素を考慮する必要がありますが、ファンの声を大切にすることが最優先です。こうした状況は、アーティストやグループにとっても大きな課題です。ファンの期待に応えるためには、適切な対応が求められます。また、ファンコミュニティとの信頼関係を築くことも重要です。 運営側やアーティスト自身がファンの声に耳を傾け、適切な対応をすることで、より良い関係を築くことができるでしょう。いかがでしたかファンコミュニティとの関係は、商品販売だけでなく、アーティストやグループの将来にも大きな影響を与えます。ファンの声を大切にし、彼らの期待に応えることが、成功への鍵となるでしょう。 今後の展開が楽しみですね。数時間前からネットをチェックしていた私は、18時になるや否やサイトにアクセスしました。しかし、驚いたことに欲しかったペンライトトップはすでに売り切れていて、T シャツも瞬く間に完売してしまいました。あれほどの人気を見ると、再販を期待せざるを得ません。一部の幸運なファンは、商品を手に入れることができましたが、 多くの人々が残念ながらグッズを手にすることができませんでした。このような状況を目の当たりにすると、ライブに参加できなくても、少なくともグッズは手に入れたいと願うファンの気持ちがわかります。そして、商品が売り切れるまで数十分もかからなかったことは驚くべきことです。こんなに短期間で完売するなんて。私たちファンは、再販を熱望しています。 ライブに参加できなくても、思い出としてグッズを手に入れたいと願っている人々がたくさんいることを忘れないでください。グッズの再販が求められる背景には、ファンコミュニティの熱い思いがあります。彼らは単なる消費者ではなく、あなたやあなたのグループとの絆を感じています。その絆は、単なる商品の売買以上のものであり、互いに支え合うコミュニティの証でもあります。 再販の要望は、単なる商品の入手欲求にとどまらず、その商品が象徴する思い出や応援の気持ちに対する渇望から生まれます。ライブに参加できないファンがグッズを手に入れることで、彼らもまたコンサートの雰囲気やアーティストへの愛情を感じることができるからです。一方で、運営側やアーティストにとっても、ファンコミュニティとの信頼関係は不可欠です。 ファンの声を真摯に受け止め、彼らの期待に応えることで、継続的な支持を得ることができます。そのためには、再販の検討だけでなく、商品販売やライブイベントなど、様々な局面でファンの声を反映させることが求められます。また、オンライン販売の場合は、サーバーの安定性や販売システムの改善など、インフラ面の強化も重要です。 これにより、より多くのファンがスムーズに商品を購入できる環境が整い、不公平感や不満が軽減されるでしょう。総じて、グッズの再販は単なる商業行為にとどまらず、ファンコミュニティとの絆を深める重要な一環です。運営側やアーティストがファンの期待に依らえ彼らとの信頼関係を築いていくことで、より良い未来を共に築いていけるでしょう。 ファンの皆さん、再販を望む声は多くあります。サーバーの集中や意外な売り切れによって商品を手に入れることができなかった方々もいます。ですから、再販を検討していただけると、たくさんの人々が喜ぶことでしょう。商品の再販が実現すれば、ライブに参加できなくても、少なくともグッズを手に入れることができるという希望が与えられるでしょう。 皆さんの応援に感謝します。再販を待ち望んでいます。最後に再販の実現を願いつつ、ファンの皆さんにとって待ち遠しいグッズが手に入る日が近づくことを心から願っています。